今日はお昼ご飯です。チキンライス、クリームシチュー、サラダです。それでは食べていきたいと思います。いただきます。今日はもう、とても暖かいですね。とても暖かいです。で、そうこうしてるし、ツバメが来ると、まあ、季節感によって鳥も違うんですよね。あとでね、しないか見に行こうと思ってます。花粉は相変わらずすごいです。花粉症候群が非常に多い気がしまして、
止まります。昔は午前中で早々の午前中まで仕事して、お昼で仕事は疲れるということで半分で
言ってましたけど、ね、なかなかそれも無事で帰りやすくなると仕事に行く元気も湧くわけで、難しい時代ですよね、そういうのもね。まあ、今ちょっと興味があるのが新しい言語が何と言えばいいのかなっていう、私ね、そこあんまりのおっさんとしては、そこは先生なんていうのか分かりませんけど、名前の年代を迎えるわけで、昔といえば明治大正昭和を維持したっていうのと一緒ですからね。昭和はまだ平成に変わった時、あの時はちょっと戸惑いました。そういうのが書いてても昭和64年に変わっちゃって、パソコンどころかワープロさえなかったですから、全部手書きなんですよね。だからああやって古いやつだと思って見直すと昭和64年に使いだったりして、ああやって座ったなって、また作り直すですよ。
じゃがいも、とろとろ。ニンジンも、とろとろ。それでは、お疲れ様でした。